韓国を敵呼ばわりし、報復を示唆した北朝鮮の真意。北朝鮮による韓国批判は目先の情報を引き出すための常套手段。挑発的態度に戻った背景には何があるのか。これまでも北朝鮮はある種の消耗戦を仕掛けていたシンガポールで歴史的な米朝首脳会談が行われてから2年。ここに来て北朝鮮はアメリカと韓国に対する忍耐が限界に近づいているという意思表示を始めた。クリスティン・リー、新米国安全保障センター研究員。6月9日、北朝鮮は南北の軍当局間のホットライン、直通電話を含む韓国との公式の通信連絡線をすべて遮断。キム・ジョンウン体制は韓国を敵と位置づけた。金は2019年の新年の辞でも警告を発していたアメリカが圧力をかけ続ければ、朝鮮半島の平和と安定を実現するための新たな道を模索せざるを得なくなる、と。しかし、今回の韓国への挑発的行動は、北朝鮮が巧妙な新戦略に打って出たものではない。これまで有効だった古いやり方に戻っただけだ。今韓国のムンジェイン政権を激しく批判し始めたのは、米韓両国から目先の情報を引き出すための定番の手法といえる。この動きの背景には、新型コロナウイルス感染症の影響で、北朝鮮の経済が大打撃を被っているという事情がある。北朝鮮政府は1月、新型コロナウイルスが持ち込まれるのを防ぐために、国境の封鎖などの強い措置を素早く講じた。最大の貿易相手国である中国との国境も閉ざされた。これにより、北朝鮮の経済は壊滅的なダメージを受けている。中国税関当局の統計によると、1月と2月の中朝貿易総額は前年同期比で3割減。3月と4月はそれぞれ前年同月比で9割減との情報もある。北朝鮮にはコロナ感染者がまだ1人もいないというのが、公式発表だが、実際には中朝国境地帯で感染者が増え始めているようだ。このように、今北朝鮮が苦境に陥っていることは事実だが、金体制はお得意の外交手法を用いることにより、厳しい環境の中でうまく立ち回ろうとしている。2018年6月のシンガポールでの米朝首脳会談以降、北朝鮮はアメリカに対してある種の消耗戦を仕掛けてきた。発言を二転三転させ、一貫して曖昧な約束に終始することで、アメリカの外交上のスタミナを奪ってきたのだ。アメリカは、金の時間稼ぎ作戦に付き合わされてきた。金とトランプ米大統領は、芝居がかった演出と大げさな言葉を好むという点でよく似ている。しかし、違いもある。北朝鮮は、核問題に関する話し合いをゆっくり進めたいと思っている。体制存続を図る上では、大規模で急速な変化を避けたいのだ。北朝鮮が挑発的行動を取る根底にある動機は、資源、生存、安定への欲求だ。米韓両国の政府は、北朝鮮の挑発にどのように対処するかを判断する際、相手の派手な行動や、仰々しい言葉ばかりに目を奪われず、真の意図を見極めることが重要になる。トランプ政権に求められるのは、これまで北朝鮮との関係においては、思い切った行動が功を奏してこなかった。トランプ政権は、思い切って米朝首脳会談に突き進んだ。韓国の文政権は、朝鮮半島和平のために思い切った行動が必要だと訴え続けている。ところが、その間に北朝鮮は密かに、そして着々と核戦力を整えてきたのである。トランプ政権に求められるのは、同盟国である韓国との間に摩擦を生み出すことを避け、両国の足並みを揃えるよう努めることだ。さもなければ、北朝鮮は米韓関係を揺さぶり、危機を作り出すことによって、アメリカと韓国の一方、もしくは両方から情報を引き出そうとし続けるだろう。歴史的事実を完全に歪曲。韓国政府が、コウギサン両遺産情報センターの公開。ソイコール、名村流館、世界文化遺産、明治日本の産業革命遺産に関する、産業遺産情報センターが公開されたことについて、
韓国外務省報道官は15日、施設の展示に日本が約束した拘束措置が全くなされていないことに強く抗議する。歴史的事実を完全に歪曲した内容が含まれ、甚だしく遺憾であるとの批判声明を発表した。また、同省のリアス志向、イテホ第二次官は、同日、富田浩二、駐韓日本大使を呼び抗議した。韓国では、通称、軍艦島、長崎県の短島炭鉱の展示への反発が強く、展示に強制労働をさせられた朝鮮半島出身者の被害が明確に説明されておらず、遺産登録時の約束違反だとの批判が政府やメディアの間で相次いでいる。韓国メディアは最悪の韓日関係を一層危うくする悪材料になりうる朝鮮日報などとし、強制労働を否定する内容、歴史歪曲と批判報道を展開した。明治日本の産業革命遺産に関する産業遺産情報センターが公開されたことについて、韓国外務省報道官は15日、施設の展示に日本が約束した拘束措置が全くなされていないことに強く抗議する。歴史的事実を完全に歪曲した内容が含まれ、甚だしく遺憾であるとの批判声明を発表した。また、同省のリアス志向、イテホ第二次官は、同日、富田浩二、駐韓日本大使を呼び抗議した。韓国では、通称、軍艦島、長崎県の短島炭鉱の展示への反発が強く、展示に強制労働をさせられた朝鮮半島出身者の被害が明確に説明されておらず、遺産登録時の約束違反だとの批判が政府やメディアの間で相次いでいる。韓国メディアは最悪の韓日関係を一層危うくする悪材料になりうる朝鮮日報などとし、強制労働を否定する内容、歴史歪曲と批判報道を展開した。韓国大統領、北朝鮮に対話再開呼びかけ、平和の約束守るべき。ソウル15日ロイター韓国のムンジェイン大統領は15日、2018年の南北首脳会談で交わした朝鮮半島の平和に関する約束を覆すべきでないとし、北朝鮮に対し緊張を高める行為を自制し、対話の席に戻るよう呼びかけた。文大統領は、北朝鮮はコミュニケーションを断絶し、緊張を高め、過去の対決時代に戻そうとしてはならないと言明。対話と協調を通じ、厄介で困難な問題を解消することを望むと述べた。15日は、韓国と北朝鮮が、両国間の対話促進や協力関係強化を打ち出した初の首脳会談と南北共同宣言から20周年にあたる。しかし、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長の妹、金与えただし、金与正党第一副部長は13日、最近の脱北者団体による体制批判ビラ散布をめぐり談話を発表し、武力行使など韓国への報復措置を示唆し、緊張が再燃している。また、文大統領は20周年記念日のメッセージで、米朝及び南北関係が予想ほど進展していないのは残念と述べた上で、最も重要なことは信頼であり、韓国と北朝鮮の定期的な対話を通じ、構築すべきと語った。韓国外交部、富田日本大使を招致、歴史歪曲、約束不履行に抗議。韓国外交部は15日、富田浩二、駐韓日本大使を招致し、産業遺産情報センターに日程共戦期の徴用歴史が十分に反映されていないことを抗議し、日本が約束を守らないことに対して遺憾を表明した。リアス志向、イテホ外交部、第二次官は富田大使を呼んで、この日一般に公開された東京都新宿区にある産業遺産情報センターに強制徴用歴史を歪曲した展示が含まれていることに対して遺憾を表した。日本政府は2015年明治日本の産業革命遺産23箇所を世界文化遺産で登録する過程で反発が起きると韓国人と日本人を強制徴用し厳しい環境の下で働くことを強要したことを認めて犠牲者を記憶する次元でセンターを設置すると明らかにしたことがある。しかしセンターでは強制徴用問題が十分に
扱われておらず、これを否定する証言と資料が展示されていた。この日外交部は、富田大使の招致と別途に外交部報道官の声明を通じて、日本は世界遺産委員会の勧告を履行するための具体的な拘束措置として、強制徴用事実を理解できるようにすると話していたが、センターでこうした約束に正面から対峙して、歴史的事実を歪曲する内容を含めたことについて、深く遺憾を表すと伝えた。続いて、開館したセンターの展示内容のどこにも犠牲者を追慕する努力を見つけることができない点で憂慮と失望を禁じ得ないとしながら、日本は各施設が全体の歴史を理解できるように勧告した世界遺産委員会の決定を徹底して遵守せよと求めた。社説、金、與正氏の脅迫には断固たる対処が答えだ。対北朝鮮ビラを口実に激しい対応を見せている北朝鮮がついに軍事脅迫までした。キム・ジョンウン国務委員長の妹で北朝鮮ナンバー2に浮上した金與正、キム・ヨジョン労働党第一副部長は13日、南北共同連絡事務所の爆破のほか武力挑発を示唆する談話を発表した。にもかかわらず、韓国政府は厳重に受け止めている、確固たる軍事対応などと、のんきな声ばかりを出している。金与正第一副部長の談話は、明らかな脅迫である上低俗なものだ。金与正第一副部長は、南北共同連絡事務所が崩れる光景を見ることになるだろうとし、敵対行動の行使権は軍総参謀部に移したと明らかにした。近いうちに軍事的挑発を敢行するという脅迫だ。それだけではない。玉流館、奥陸庵の料理長までが、ムンジェイン大統領らを低俗な表現を使って侮辱した。口にできないような言葉が、労働新聞に載せられた。韓国政府は最近、北側が不満を表すたびに要求に応じる姿を見せてきた。金与正第一副部長が4日、対北朝鮮ビラ散布を問題にすると、政府は、急いでこれを禁止する、法作りの準備に入った。にもかかわらず北側はさらに激しい対応を見せている。北側がとんでもない脅迫をしてくるのなら、政府は、断固たる態度で対抗するのが道理であり、常識だ。可能性が高いと予想される西海岸での砲撃や、休戦ライン一帯での銃撃が発生する場合、直ちに減点攻撃など、断固たる対応をすると明らかにすべきだった。しかし政府は14日未明に、国家安全保障会議、NSC 緊急テレビ会議を開きながらも、これという対応を出していない。韓国側の立場は、現状況を厳重に受け止めている統一部、すべての状況に備えて、確固たる軍事対応体制を維持している国防部という程度だ。言っても言わなくても同じようなことだ。与党はさらに踏み込んで、この際、終戦宣言要求決議案を出すという。こうした消極的な対応は、むやみに対応するほど南側は、よく応じてくれるという。誤った認識を北朝鮮に抱かせかねない。したがって、南北交流をするときでも、北朝鮮の脅迫と挑発には断固対処しなければいけない。2010年11月に発生した延坪島四平運動砲撃事件の教訓も忘れてはいけない。当時、北側の攻撃で4人が死亡し、10人余りが負傷した。しかし即刻対応で北側も南側以上の被害を、受けたという。北朝鮮は我々の優れた軍事力を実感したのか、その後は直接的な武力挑発を起こしていない。さらに北朝鮮は我々の反撃で大きな被害を受けたにもかかわらず、2ヶ月後に南北対話の再開を要請してきた。断固たる対応は決して南北交流を妨げないという事実を見せる証拠だ。昨年の資料によると、南北間の経済力の差は53倍に上るという。軍事力の順位でも韓国は世界6位、北朝鮮はこれよりかなり低い世界25位だ。何をそれほど恐れる必要があるのか。健全な南北関係のためにも必要な場合は断固たる対応が求められる。そうしなければ振り回されるしかない。
北朝鮮との衝突を恐れて、屈辱的な姿勢で一貫すれば、国民が容認しないのはもちろん、南北関係までも潰すことになる。キム・ジョンウン国務委員長の妹で、北朝鮮ナンバー2に浮上した、金与え正し、キム・ヨジョン労働党、第一副部長は13日、南北共同連絡事務所の爆破のほか武力挑発を示唆する談話を発表した。にもかかわらず、韓国政府は厳重に受け止めている、確固たる、軍事対応などと、のんきな声ばかりを出している。金与正第一副部長の談話は、明らかな脅迫である上低俗なものだ。金与正第一副部長は、南北共同連絡事務所が崩れる光景を見ることになるだろうとし、敵対行動の行使権は軍総参謀部に移したと明らかにした。近いうちに軍事的挑発を敢行するという脅迫だ。それだけではない。玉竜艦、奥竜艦の料理長までが、ムンジェイン大統領らを低俗な表現を使って侮辱した。口にできないような言葉が、労働新聞に載せられた。韓国政府は最近、北側が不満を表すたびに要求に応じる姿を見せてきた。金与正第一副部長が4日、対北朝鮮ビラ散布を問題にすると、政府は、急いでこれを禁止する、法作りの準備に入った。にもかかわらず北側はさらに激しい対応を見せている。北側がとんでもない脅迫をしてくるのなら、政府は、断固たる態度で対抗するのが道理であり、常識だ。可能性が高いと予想される西海岸での砲撃や、休戦ライン一帯での銃撃が発生する場合、直ちに減点攻撃など、断固たる対応をすると、明らかにすべきだった。しかし政府は14日未明に、国家安全保障会議、NSC 緊急テレビ会議を開きながらも、これという対応を出していない。韓国側の立場は、現状況を厳重に受け止めている統一部、すべての状況に備えて、確固たる軍事対応体制を維持している国防部という程度だ。言っても言わなくても同じようなことだ。与党はさらに踏み込んで、この際、終戦宣言要求決議案を出すという。こうした消極的な対応は、むやみに対応するほど南側は、よく応じてくれるという。誤った認識を北朝鮮に抱かせかねない。したがって、南北交流をするときでも、北朝鮮の脅迫と挑発には断固対処しなければいけない。2010年11月に発生した延坪島四平運動砲撃事件の教訓も忘れてはいけない。当時、北側の攻撃で4人が死亡し、10人余りが負傷した。しかし即刻対応で北側も南側以上の被害を、受けたという。北朝鮮は我々の優れた軍事力を実感したのか、その後は直接的な武力挑発を起こしていない。さらに北朝鮮は我々の反撃で大きな被害を受けたにもかかわらず、2ヶ月後に南北対話の再開を要請してきた。断固たる対応は決して南北交流を妨げないという事実を見せる証拠だ。昨年の資料によると、南北間の経済力の差は53倍に上るという。軍事力の順位でも韓国は世界6位、北朝鮮はこれよりかなり低い世界25位だ。何をそれほど恐れる必要があるのか。健全な南北関係のためにも必要な場合は断固たる対応が求められる。そうしなければ振り回されるしかない。北朝鮮との衝突を恐れて屈辱的な姿勢で一貫すれば、国民が容認しないのはもちろん、南北関係までも潰すことになる。